きいんで、キャタも広くて安定性が、ありますね。高いところの解体なんで、コンクリート片とか鉄筋とかあとボルトとか、飛ばさないように、まあ、気を使っています。よくカメラついてるんですかとか聞かれるんですけど、ついてなくて、目でまあ見て、解体しています。まあ目は良くないとダメかなと思うんで、まあ、目はいい方です。まあ、日本でこれから、まあ、開発される、まあ、腕長い、一番長い腕の機械にまあ乗って、機械があれば乗ってみたいかなと思います。まあ、よくあるんですけど、まあ、ちっちゃい頃からよく工場とか、工場とか工事現場とか見てて、でかい機械が動いてたんで、乗ってみたいなっていうのが一番強い思いだと思いますね。まあ、そうですね、思ったようにはまだ動かせられないんで、やっぱりちょっとの力の入れようとかでも変わってきますんで、そこをもっと自分のものにするようにっていうのは勉強していきたいですね。まあ、難しいですね、一言で言うと。やっぱりそうですね、やっぱり今あります1800の方を、まあ、将来的には乗ってみたいなと思いますね。そうですね、やりがいというか、まあ、こういう、仕事なんで、まあ、命の危険性は多々あると思うんで、一日一日無事に帰れるのを感謝して仕事をしています。はい、この現場はですね、開発、地域の開発で、全部で12棟ぐらいあります。でそのうち、S 像、RC 像、SRC 像、木造、すべての建物が、建ってまして、そのすべての建物の解体作業を行うという現場です。で非常に広いエリアの現場なんで、まあ、オペレーター、あと国村全体でですね、注目されているといいますか、一番の現場、だと自負しています。私の場合はですね、まず同じ作業をする、作業員、作業方ですね、全て、誰一人怪我することなく、無事故無災害、また、第三者、近隣さんですね、ご迷惑かからないように、無事に、作業を収めることが、私の仕事だと思っています。はい、私は代理人なんで、作業工事の全体を見なくてはなりません。でまず、さっき言いましたけども、作業者全員の安全ですね、それと近隣さん、また第三者、あとは、ゼネコンさん、元請けさんの方のですね、要望を受け入れて、なおかつ安全に、工期内で、また利益も出さなきゃいけないという形なんで、まあ、それを全て、最高のパフォーマンスできるように、毎日、心がけて作業の方はしております。妻や子が一つの願い、父の無事。藤村です。